ズバリもうここに注目してください。もう誰が一番見たら分かりやすいかって言ったらもう選手でいいです。もう見ときましょう。で面白いです。選手の発想は気持ちいいな。もうズバリもうここに注目してください。久保選手、久保選手を見てください。まだ19歳なんですけども、まあ、ワールドカップ本大会の時に選ばれていたら20歳です。で大概のスーパースターはこの年代でワールドカップで活躍します。例えば、メッシ選手もそうですけども、前回かな、分からない、あのフランスのムバッペ選手、彼もやっぱりこの年代で活躍しました。ここからぐーっと世界的なプレーヤーになるきっかけがこのワールドカップなんですけども、僕はなぜ久保選手かと申しますね、まあ、現時点で久保選手、まあ、スペインのチームでレギュラーをしっかり取れてるわけじゃないんです。つまりフラストレーション溜まってます。ですが実力はお墨付き。そんな久保選手がこの世界、それもスペインリーグで学んだことを代表に持ってきて、で彼が伝えることによって、まあ、代表がワンランクアップすると、スキルも上がるとってことになった時に、まあ、久保選手中心のチームにシフトを変えた、もし久保選手中心の、まあ、戦術にシフトを変えた場合、やっぱり面白いサッカーになるなと思うんです。で、まあ、この時点でまだチームの顔っていうわけではないんですけど、サッカー選手なんてもう2ヶ月3ヶ月でガラッと変わります。もちろんガラッと落ちる場合もある、っていう時にもう誰が一番見たら分かりやすいかって言ったら、もう久保選手でいいです。もう見ときましょう。で面白いです。久保選手の発想は小さなから、そこまでフィジカル背の大きい選手じゃないんですよ。なのにもうやっぱり、ね、ボールタッチ、要はその止めて蹴るができる人です。久保選手注目してください。どういう経歴の方なんですか。あのさ徳川家康にさ、あんた何した人ですか。そうそう、すごいね、あなた。久保選手はもう小学生の段階でもう FC バルセロナのキャンプ、あのバルセロナ行って MVP 得点を2つ取ってるんです。ちなみにその時にアンスファティというチームメイトがいたんですよ。その人は今バルセロナで、まあ、怪我をしちゃう前まではバリバリレギュラーです、同世代で。でも久保選手はバルセロナに行ったんですけども、まあ、海外選手ということでFIFA の規定に合っていないということで日本に一度戻ることになります。で日本に戻ってね、その後に J リーガーになったんですけど、それは FC 東京です、FC 東京時代にスペインから声がまたかかります。彼が行ったチームがなんとバルサのライバルチーム、レアルマドリードです。あれ、そうなんです。もう禁断です、このバルサ、レアル、前学びましたね。もう永遠のライバルです。テストに出るやつですか。テストに出ます。実際出ました。去年一昨年の共通一次に出たはずですね。これ出ました。でもうここはもうどんなことがあってもこのチームにはそれぞれ負けたくない。他負けてもまだまだよ、絶対負けたらいかないのがこの2チーム同士ね。でもともとバルサの選手だった久保選手がバルサに戻ると思いきやレアルに行ったんです。これはいろいろね、まあ、金額的なものとか、その後の、まあ、本人の希望というよりも、まあ、大人たちがいろいろ決めたこともあるでしょう。でも行ったんです。でこれがまたすごいんですけども、どっち行ってもすごいんですけども、前に言ったフィーゴみたいな感じでもう認められた選手ですよね。でこっち行ったんです。
ところがここだとまだ出られないんです。なぜかというとバロンドール取ったねモドリッチ選手がいたりとか、まあ、世界的な選手が11人いるところに10代の若手がねレギュラーで取れるわけがない、入れるわけがないということで、レンタル移籍ということでいろんなチームに移動してるんです。その間に武蔵行でどんどん揉まれてはいるんですけども、レギュラー取れてないんですよ。そんな久保選手がやっぱ代表にかける思いは強いわけです。ですから大暴れしてくれると思うんですよ。その時にここに認められた選手のワンプレーワンプレーはまあ面白いですね。見てくれたら分かると思います。日本代表どこがすごいと久保選手に注目してくださいと。活躍でいうと今南野選手が多分している。そうですね、してますね。結局あの、まあ、誰のチームだって中心、要はやっぱ司令塔になるわけですよね、うん、で南野選手はどちらかというともうゴールゲッターハンターですよ、うん、でも久保選手は得点ではなくてやっぱりねあのこれ司令塔なんですよね、そもそもが、うん、要はゲームを作る人、ゲームメーカーです。ですから久保選手がこうコンダクターとなってこうチームをねどんなこうカラーにどんな音色を作っていくかっていう時に、まあ最初にジャーンとこう最後サビっていうのなんですよ、ジャーン決めるのが南野選手ですよね。まあ南野選手イケメンなので、女性の皆さんこれめちゃくちゃイケメンです。ちなみにうちの相方はヒゲメンです。あのヒゲ面です。ヒゲ面、そうですね、南野選手の得点力もう少し上がったらさらに面白くなると思います。でも要はじゃあ注目されたということでこれマークされますよ。それは相手もじゃあ南野を潰せば得点取れないんでしょってなるわけです。そういう時に久保選手のチームで久保選手にボールをこう渡さないってこうプレッシャーをかけると、まあ、南野選手が空きますよね。そしたらこの南野選手が、まあ、ちょっと、ボールが集まったらチャンスが生まれると。だから結局だから何度も言ってるでしょ、一人っていうのは無理なんです。これいや全体がだから、でもこれ考えてください、私が言ったこれ2人とももうね海外で活躍してますよ。だからこう海外でやってるとかと実は大きいんですよ。うん、ただねやばい、一言でいいって言いましたよね、はい、止まんなくなってエンジンかかっちゃった、かかっちゃったよ。なぜドイツがずーっと強いのか、ドイツはもう、まあ、優勝、準優勝、準優勝、準優勝みたいなのがずっとついてて、もう常に優勝候補の一角ですよね、うん、あのブラジルに8点取ったんですよ、うん、アウェーワールドカップという、もうまあ強い。これなぜかというとこれは母国のリーグがすごいからです。実はもちろんさっき言ったレアル・マドリードにねドイツ代表の選手もいます。でもドイツの約もう半数以上実際に試合に出た人数の6人から7人、ね、11人中ですよ、が母国リーグでやっている。これは他にもスペインもそうですね。要はこの人数がドイツ、スペインは圧倒的に多いんですね。あ、ごめんなさい、イタリアもそうでしたね。要は強いと言われているチームは母国リーグがすごいんです。つまり
普段からコミュニケーション、スキンシップが取れて試合に臨む人数が圧倒的に他の国より大きいから、例えばですよ、アルゼンチンの選手、母国のリーグではなく海外でやってる人多いです、うん、っていうことはなかなかこう集まらないですね。集まった時も、まあ、期間が短い、普段コミュニケーション、スキンシップ取れていないってなった時に、やっぱりここはすごいといいんですよ。残念ながらこの J リーグね、 J リーグはすごいんですけども、日本代表で J リーグでプレーしている人数が何人かって話です。これ非常に少ない、ほとんどが海外組なんです。だから海外組が1人ずつ個人としてはすごいんですけど、チームになった時だから難しいんです。だから俺ハテナがいたんです、うん、つまりこれ J リーグが伸びれば日本代表のレベルも上がります。で、日本代表のレベルが上がったということは、日本人が海外でやるようになるわけです。で、揉まれてまた戻ってくる、さらに強くなる、歴史ですね。しょうがないです。こっちは100年以上の歴史がありますよ。そっ、塾講師ってこんな気持ちいいんだねすっごい気持ちいいなこんな感じなんですね。よくわかんなくてもなんか変な説得力が自分に出てんじゃないかなって思っちゃいましたよ、ね、要はこう逆輸入でまたさらにさらに潤滑していくわけです。こうやってずっと回ってくる、でこう100年以上の歴史がある。で一方ですよ、これ30年まだ行ってないです J は、って考えたらそりゃここに差があって当然でしょと、イコールなわけがない。だからこの70年を埋めると、そのためにはちょっと時間がかかるよ。だからまだすごいって言い切れないです。すごくはなってきてる。僕は別に日本代表のこの島国のだけの話をしてるの、海外に行ってね戦ってほしいからな気持ちいいなこれ放送しないでちょうだい思い出の VTR それを言いたいんですよ、ね、大好きですよ僕は母国が。 J も大好きです、うちの相方も J 大好きです。でもで僕は世界に目を向けてて、皆さんをもっともっと世界に連れて行きたいです。日本代表の凄さを世界にアピールしていきたいです。だからです。で結局何が言いたいかと、私一応分かってないですでも僕の熱量でこのサッカーの素晴らしさ伝わってるはずですよ。ペナルティのサッカー大学、サッカー好きもそうでない方も一緒に楽しみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。